どうもこんばんは、デビルフのドラム担当のカンタです。今日も一日お疲れ様でした。今回もドラム動画撮影していこうと思うんですけれども、今回叩かせていただく曲はクリスタルレイクさんのヘイルトゥザファイヤーです。ありがとうございます。クリスタルレイクといえばもう日本の英雄なんで、おそらくこのチャンネルを見てくださってる方はですね、クリスタルレイクさんのことはもちろんご存知だと思うんですけれども、今回僕も大好きなので、挑戦させていただきます。今回なんでヘイルトゥーザファイヤー叩くかってところなんですけど、クリスタルレイクさん自体は僕もともとめっちゃ好きで、ある日ですねクリスタルレイクの曲聴こうと思って PV 検索してたんですよ。ほんなら2019年のリザレクションフェスの映像がポンって出てきて、で、あ、何これ、めちゃめちゃ興味あるわと思ってこう見たんですよ。リザレクションフェスって海外のイベントなんですけど、海外のそのお客さんをですね、もうクリスタルレイクがもう魅了してて、もうみんなもう爆裂に盛り上がってるんですよ。で、うわこれはやっぱかっこいいわと思って、僕もうこんなならなあかんわと思って見てたんですけど、その時のあのつかみの1曲目でやってたのがこのヘイルトゥーザファイヤーやったんですよ。まず SE が流れて、でメンバーがこう続々とこう入場していくんですよ。で最後にボーカルのリョウさんがちょっとリズミカルに MC しながら曲に入るんですよ。その時にやった曲がヘイルトゥーザファイヤーやって、うわこれはかっこよすぎるわ、ちょっと待ってくれって僕なってやろうと思って今回演奏させていただきました。こうクリスタルレイクさんのドラムなんですけど、サポートでずっと田浦岳さんがやられてるんですね。僕田浦岳さんめちゃくちゃ好きで、全身のバネを使って叩くようなアグレッシブな叩き方やったりとか、フレーズ もうめちゃめちゃ速かったりとか、センスも抜群ですげえかっこよくて、すげえ影響を受けてるんですけれども、ある対バンイベントでですね、僕演奏終わった後になんかその対バンしたドラムの人に声をかけられてですね、君セッティングの感じとかドラムフレーズの感じとかめちゃめちゃ田浦岳さん意識してるよねみたいなこと言われちゃって、僕なんか悔しくなって、その時によっその田浦岳さん、いやもう知ってますけど、そんなに意識っていうか何も分かんないですみたいなこと言ったんですけど、あの超図星でめちゃめちゃ意識してます。もうセッティング激似なんでね、もう見比べてもらったら分かるんですけど、そんな大好きなクリスタルレイクの大好きなヘイルトゥザファイヤーを今日いよいよカバーさせていただきましたんで、お楽しみいただければなと思います。では早速聞いてください。クリスタルレイクさんのヘイルトゥザファイヤーです。それでは聞いてください。クリスタルレイクさんのヘイルトゥザファイヤーです。どうぞ。
Tales of destruction! Just listen while you're doing this! What's up? Drop get some motherfucker! Show the you what to do against you! めちゃめちゃ男らしくてかっこいい曲ですよね。ただちょっとめちゃめちゃ難しかったんで、僕がじゃあ 100% のクオリティで叩けてるかって言われたらちょっとそれが微妙なところなんですけど、クリスタルレイクさんの楽曲はね、他にもめちゃめちゃえげつないクオリティで全曲かっこいいんで、他の曲もぜひ聴いていただければなと思います。ちょっと月並みなんですけど、僕はアポロめちゃめちゃ好きです。よかったら聴いてください。ちょっと動画見てて気づいた方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、演奏の動画と今喋ってる僕のこの格好全然違うじゃないですか。ちょっと言い訳っぽくなっちゃうんですけど、あの演奏動画撮影した日って、あの撮影前に僕がサポートしてるバンドのワンマンライブを終えた後やって、そのワンマンライブも普通のワンマンライブじゃなくて、普通のワンマンライブの前にアコースティックでワンマンライブをするっていう、こう2部構成のワンマンライブやったんですね。なんでその2部構成のワンマンライブを終えた後のあの撮影やったんで、正直もう体クタクタで、一応撮影のためにこう場所をスタジオ3時間借りてたんですけど、あの演奏動画自体もうヒーヒーながら撮影したんですけど、でもまあ撮り終わった後もスタジオのレンタル時間があと1時間ぐらいあったんで、全然コメント動画を撮る時間はあったんですよね。なんですけど、ちょっとクタクタすぎて、このまんまコメント動画撮っちゃったらすげえ暗い動画になりそうやなっていうのがあって、で僕クリスタルレイクさんめちゃめちゃ好きで、でこのヘルトゥザファイヤーもめちゃめちゃ好きなんで、やっぱその暗い動画にしたくなかったんで、ちょっと別日にコメント動画撮らないとクリスタルレイクが好きっていう僕の気持ちがあんまり伝わらへんなと思ったんで、別日にこうやってコメント動画撮影させてもらってます。これちょっと次回予告的なあれになっちゃうんですけど、こうやって今日ね、スタジオに入ってるということは、今日もカンチャンネル何か撮影しようかなっていう風に思ってますので、まあ何を撮影したのかは、次のお楽しみということでよろしくお願いします。では、今日のカンチャンネルは以上になってますので、よろしければチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。では、今日も一日お疲れ様でした。明日も元気いっぱいに頑張りましょう。バイバーイ。